ディアンス・スタンコビッチは、セルビア出身の元サッカー選手。元ユーゴスラビア、セルビア・モンテネグロ、セルビア代表。ポジションはミッドフィールダー。1992年、レッドスター・ベオグラードのユースに入団。1994年に、リーグ最年少記録でデビューを果たすと、リーグ3連覇に貢献。1997-98シーズンには19歳に、して、 キャプテンを任された。1998年夏、セリエ a エスラツィオへ移籍。同年9月13日のピアチェンツアー戦で、セリエ A 初ゴールを記録。中盤の一角として、ロベルト・マンチーニ、パベル・ネドベド、フアン・セバスティアン・ベロンらとプレーし、2年目の1999から2000シーズンには、セリエ A 優勝を経験。ラチオでは、在籍5シーズン半で、 リーグ戦137試合に出場し、22ゴールを挙げた。2004年1月、インテルへ移籍。移籍金400万ユーロに加えゴランパンデフがトレード要因となった。翌2004から05シーズンには、ラツヨ時代の同僚のマンチーニが監督に就任。再建を図るチームの一員として、コッパイタリアを皮切りに、タイトル獲得に貢献し、 スクレット6連覇を達成。2009から10シーズンは、ジョゼモーリーニョ監督の下で、主要タイトル三冠を経験した。2013年7月6日、インテル対談が決定。1998年、ユーゴスラビア代表に招集され、4月22日の韓国戦で初出場。この試合で2得点を挙げた。二ヶ月後のフランス W 杯のメンバーにも選出され、 ベスト16入りを経験した。国際情勢の変化により 2006FIFA ワールドカップ予選からセルビア・モンテネグロ代表の一員となる。2006FIFA ワールドカップでは背番号10を背負ったがグループステージ敗退。2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選からはセルビア代表となりキャプテンを任された。予選を突破しユーゴスラビア、セルビア・モンテネグロ。 セルビア代表と三国の代表として、ワールドカップに出場した初めての選手となるも、本大会では、またしてもグループステージ再開に終わった。2011年10月12日、セルビア代表からの引退を表明した。2013年10月11日、日本代表との試合を最後に現役を引退した。2014年7月4日、インテル時代に支持したアンドレアストラマッチョーニが、 監督に就任した、ウディネーゼカルチョのアシスタントコーチに就任した。2015年、インテルのアシスタントコーチに就任した。3冠を達成したシーズンのスタンコビッチ。ありがとうございます。